はい。みなさん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、23V2 レギュラーが登場したということで、えー、忖度なしで、グレード85以上、全選手徹底解説やっていきたいと思います。はい。ということで、今回は鹿島アントラーズ編ということでね、7選手なんと登場してる鹿島ね、やっていきたいと思います。まあね、軒並み、うーん、上がったね、若手選手たちね。うーん。 結構面白いね、面々がね、85以上で登場してる鹿島。まあ、結構熱いんじゃないかなと思うんですが、まあ果たしてカードの中身はどうなのかというところもね、気になる方いると思うんで、えー、しっかりと今日も評価やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あとですね、まあ今回のレギュラーといえばね、ちょっとね、評判見てましたら結構ね、評判良くてね、前半のレギュラーより全然強いんじゃないかみたいな話も、まあ、ちらほらと、うん、聞こえてきますので、まあ果たして本当にそうなのかというところに関して、しっかりとね、見ていこうかなと思います。じゃよろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ早速なんですが、えー、まずね、評価やっていく中で評価基準の説明をね、先にさせてください。ではこちらです。はい。えー、この動画の選手評価基準についてなんですが、スキル能力値総合の3項目を、選手ごとに1から10の10段階で評価をしていきます。で、あと、クラチャンとリーグ、まあ、それぞれの評価も、えー、掲載しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい。あとですね、えー、選手ごとにこの1から10の10段階というね、評価基準を設けてるんですが、まあ、これの目安といいますかね、まあ、評価基準どんな感じでつけてるのかなというのも一応事前にね、説明しておきたいと思います。では、こちらです。はい、えー。10段階の目安についてはご覧の通りで1から10となっております。ちょうどね、真ん中が6なりし5あたりですね。はい。になると思います。 ので、これよりね、5より下に行くと超当然ね、評価厳しいし、まあなんなら6より上に行くと評価良くなっていくみたいな感じで考えていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。では早速ですが、ここね、じゃあ1人目の選手から評価入っていきましょう。まず1人目の選手はこちらです。はい。柏シバン取の鈴木優選手ですね。はい。えー、鈴木優選手の評価が、まずスキルがクラチャン8、リーグ7という評価ですね。はい。 でまずクラチャンなんですが、これドロップシュート、スペクタクルダブルタッチ、起点の動きという組み合わせなんですが、まあやっぱ注目すべきところは A スキルがまず2つあるというところね。はい。で、ドロップシュートとスペクタクルダブルタッチ、これどっちも裏30あるんですよね。うん。これ非常にいい点だと思うし、なんならまあ相性もいいんでねスペ。まあフェイント系とね、ドロップシュート。まあシャドウでも、うん、CF でもいいと思いますし、まあここね、相性いいと思うんで、まあまずここでの評価がある程度高いというところと、 であとは、もう起点の動きね。まあ、これも B スキルでありますが、フォルスナインの B 版なので、しっかりとスキル発動回数を稼ぐことができると。まあ、ただね、どうなんだろうね。ちょっとバランス難しくて、むしろここで稼ぐよりは A スキルでダブルで稼げたりもするので、かえって、ま、起点があることによって、ちょっと鈍る可能性もあるんでね、ここのね、評価がちょっと難しいんだよね。まあ、掃除でいい方向に向けば8ぐらいつけれるとは思うんですけど、ただ、ま、展開によってはもしかしたら起点が発動しすぎて、うん、逆にね、 うん、ちょっと稼ぎが鈍くなるみたいなことも考えられなくはないんで、本当は A スキルにポストとかフォルツ持ってた方が、まあ良かったんだけどね。そこだけがちょっと気になります。ただ一応まあ良い,い方向に期待して8は付けておきたいと思います。ただもしかしたら、ちょっと悪い方向に行く可能性もあるかなと。まあでも、クラちゃんって上振れ、上振れ狙うと思うんで、まあまあまあ8は付けていいんじゃないかなというところで8は、はい、付けておきたいなと思います。で、リーグは7。まあここちょっと差が出ましたけど、まあ理由としてはこの B スキルかな。うん。 まあ、起点の動き。まあ、これ悪くないんですけど、さっき言った通り、ちょっとね、流れをね、遮断するような感じもするんですよね。だから、まあ、なんて言うかな。<laughs> あのー、まあ、あメインはね、スペクタクルダブルダッシュドロップだと思うんですよ。うん。ここにちょっとうまく乗っていけない感じがあるかなっていうね。だから、正直な話、これ B スキルじゃ何が良かったのかっていうと、んまあ、チェイシングとか、 うーんまあ、縦取りとか、うん。まあ、結構そういうのがちょっとリーグに特化したような感じに見えるかなと思うので、起点だとね、8はちょっと難しいかな、リーグ的にはね。うん。だからまあ、7ぐらいかなと思います。ただまあ、A 評価の、あの、A のね、組み合わせはいいと思うんでね。まあ、ここうまく活かしてね、リーグでも使える可能性は十分にあると思います。で能力値。はい、ここはお互い、えー、クラチャンリーグ9。うん、つけたいと思います。まあね、えー、グレードも高いし、能力値も高いんで、まあ、プラスボナセンオフェなんでね。 まあ、ここは評価高いですね。はい。9は出せると思います。で、総合的にはクラチャン7、リーグ8で付けたいなと思います。まあ、クラチャンはまあ、そうね、まあね、あの、前の動画もそうですけど、説明してますが、ボナセンが1 p ついてない時点で伸びないというところはもう当たり前なんで、まあ、その中でも7の評価高いです。はい。まあ、6でもまあ、高いぐらいの評価だと思うんで、 まあその中で7出てるってことは結構やっぱり、うん。まあいいですね。まあやっぱりさっき言った通り A の裏30両方乗ってるのもすごくいいし、まあ起点の動きがいい方向に働けばね、うん。まあそこも掃除して乗ってくると思えば結構稼げるんじゃないかなと思うんで、はい、個人的には評価いいのはそこにあります。で、リーグ8。うん、まあここはやっぱ能力値の高さと、まあドロップと、まあスペクタクルダブルタッチ勝手の8かな。うん。 まあ、そのね、ハードルがね、やっぱ結構レギュラー選手高いんですけど、まあ、ここはまあ、そうね、ドロップシュートが結局入るか入らないかの勝負にはなってくるので、まあ、当然ここに関してはね、まだまだ上積み狙っていきたいところでありますが、まあ、カード単体の評価としてもね、まあ、それなりの可能性は感じますし、まあ、やっぱグレード高いっていうところはね、いい。まあ、やっぱりね、あのー、メリットというか、まあ、アドバンテージ大きいというか、うん、まあ、そんな感じに見えましたね。例のスキルの組み合わせによってはね、評価伸びないこともね、多分あると思うんですよ、95以上ってね。 その中でも、まあ、今回のね、鈴木優馬選手、うん、結構いいスキル構成してるんで、まあ、個人的にはここね、仕上がってると、うん、まあ、ここもね、限定に負けないぐらいの可能性は感じるんじゃないかなと思いましたので、はい、まあ、そうして、まあ、いいカードかなと思いましたね。はい。まあ、付き方によっては、クラチャンでもリーグでも、どちらでも活躍できる未来は見えるかなと思いますので、まあ、グレード高いのでね、なかなか狙うっていうのはちょっと難しいかもしれませんけどね、お気に入り検とかないとね。 というところにはあると思いますが、ぜひね、チャンスがあれば狙ってみてはいかがかなと思います。はい。じゃ続きまして、二人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。同じくカシマ、鹿島アントラーズのディエゴ・ピトゥカ選手です。はい。ピトゥカ選手の評価ですが、ここスキルがまずクラチャンリーグ8ね。はい。まあ、これ両方高いですけど、じゃあ見ていきますと、 まあダイナミックインターセプトいいね。で、ハードタックルいいね。で、スルフィード。まあ悪くないですね。はい。ということで、まあクラちゃん的にもね、ここはね、ダイナミックインターの裏30も効いてくるでしょうし、まあスルフィードのなんなら A スキルなんでね。はい、ここもいいと思うんで。まあ8は入れる、入れれるだろうね。うん。まあタックルもね、しっかりと B 持ってますし、まあ七は中盤の選手は結構スティールが効いた方がね、まあいい場合もあるんでね。まあここの AB、まあタックル、スティール、まあ AB 問題は別にまあ中盤はさほど気にならないかなと。むしろまあ、 僕的にはスティールの方がちょっとね、リーグ的に見るといいんじゃないかなと思ってる部分もあるので、8。これクラチャンでも稼げると思うんでね、どのスキルね、しっかりと例えばタックルね、あってもスルーフィードで連動もありますし、なんならダイナミックインター単体でも全然稼げますし、うん、ま、ここ8ぐらいの評価でしょうね。で、リーグに関しても似たような評価で、ダイナミックインターとハードタックルね、ここ守備スキルを中心にスルーフィード、スルーフィードは正直あるかなしか、うん、大きな影響はないですが、あってもいいと思うんでね。 うんまあ、守備もしっかりできそうだなということで、ここも8はつけたいなと思います。で、あと能力値。まあ、ここはちょっとボナーセンディフェあるんですが、まあ、計算結果5ぐらいになりましたが、まあ、ただね、グレード95あります。で、えーまあ、ディフェッチ以外のところっていうのも結構ステータス高いんで、なんならディフェンチをもうちょっと求めていけば、まあ、よりね、硬い、その選手ができると思うんでね、まあ、ここは悪くない5と思ってください。はい、まあ、将来性がある5と思っていいと思います。 で、えー、総合的にはクラチャンリーグともに7で、まあ全く同じ評価で、はい、付けさせていただいてます。まぁ、あ、クラチャンのこの7評価、まあ、やっぱりこのダイナミックインターセプトがちょっと効いてくるかなというところですね。はい。まあ、ここは裏30乗ってるんで、まあ、やっぱ稼げそうだなというところと、であとはまあボナセ戦以外のね、EP とかも乗せれるとこあるんでね、そこが乗ってくれば、まあダイナミックインターセプトを主体として、まあなんならスルーフィードも A スキルだしね、まあ、ハードタックルも B なんで、 まあ、ここはスキル発動回数も期待できますし、稼ぎとしても十分なんじゃないかなと思うんで、まあ、レギュラーでも7ぐらいの評価つけていいんじゃないかなと思いましたね。WA、まあ、スキルがちょっと大きいなと思います。で、リーグ的にもここ7。はい。まあ、能力値がね、もうちょっとついてくれば評価上がると思うんで、 まあ使うとなると、やっぱりディフェチ上げたりとか、まあスキル強化つけたりとか、うん、まあそういうところを目指していきたいカードかなと思います。まあ特に価値としては、まあスキル強化ディフェのね、やっぱり価値高いと思うんで、まあスティール系って結構スキル強化の恩恵なんか受けれる、ね、受けたのが結構分かりやすいというかね、タックルに比べても分かりやすい気がするので、まあただ一つ言えるとですね、まあディフェチがやっぱ高くないと、まあこの良さ、ダイナミックインターセプトの良さは生かせないんで、まあここはもうリーグで使うんだったらテコ入れ必須かな。うん。 まあ、ディフェッチは間違いなく上げた方がいい。それかスキル強化は絶対つけた方がいいくらいの、まあ、高さは、まあ、ある程度ハードルの高さはありますけど、まあ、そこを超えれば、うん、まあ、例えばなの話、グレードね、ちょっと低めの同等のね、ディフェッチ持った選手とかよりは全然分厚くなると思うし、まあ、中盤のセリアとかもね、結構比較的有利になると思うんで、まあ、ぜひね、ここチャンスだと思います。まあ、ディフェッチさえ乗ってくれば、強、強というか、まあ、本当に結構硬い、ね、ボランチの選手なりし、CMF の選手あたりとかできると思うんで、 まあ、ぜひね、そこのディフェッチというのを、ね、追い求めて、まあ、いい選手を、ね、作ってほしいなと、いいカードを作ってほしいなと思います、まあ。素材としては一級品だと思うんで、はい、ぜひね、皆さんの力で、えー、一級品をよりね、磨き上げて、まあ、ぜひね、強いカードとして使ってあげてください。ということで、えー、ここも結構高評価になりましたね、はい。いいカードだと思います。はい、じゃ続きまして、3選手目見ていきましょう。こちらです。はいえー、鹿島アントラーズの上田直道選手です。 上田選手、まずスキルね、ここクラチャンリーグともに8、高いですね、評価ね。はい。さあ、ということで見ていきましょう。さあ、ここ、ピンタク、ヘディングクリア、インターセプト、おおいいですね。ここセンターバックで3種しっかり持ってて、まあ、前回でいうとね、札幌の岡村選手と似たような感じかな。うんまあスキルは8、まあ7、7か8どっちかだと思いますけど、まあ、一応8でもいいんかな。まあ、ちょっと難しいです、この7で、7、どっちつけたか忘れましたけど、岡村選手の時ね。 まあでも8でいいかな。まあ8しときましょうか。裏30ないけどね。こうガーディアンだったら8固いんだけど。うーん、7にしようか。<laughs> ちょっと、岡村選手どうつけたか覚えてないけど。7かなうん。そことの差はあるからね。うーん 7, 7にしましょう。7にね。はい。7にしときます。でも7はいい評価ですよ。うーんだってね、92だから。ABB で7だからね。うーんピンタク、ヘディング、インターセプトね。まあここ文句ないですね。 まあ、リーグの方が特にいいんですけど、まあ、ヘインタクヘディングに達するとね、文句ないですよね。はい、完璧だと思います。まあ、リーグで8、クラチャン7が妥当かなと思います。で、能力値。まあ、ここも、まあ、ボナセン・ディフェ合わせると結構なね、高水準ですね。まあ、クラチャン・リーグともに8ぐらいは、はい、評価あると思います。で、総合的には、まあ、クラチャン7、リーグ8の評価で出したいなと思います。はい、ここも前回の岡村選手同様ね、もう言うことないんですよね。良すぎてね。うん。<laughs> これ以上求められないもんね。うん。 完璧だと思います。はい。まあ、そう、正直ね、まあ、ここもそうですね、よく、あの、フォーカスとかでね、こういった選手出てきますけど、正直負けてないからね、ほぼね。まあ、言ったらダブルセンスにね、フォーカスの方がなったんで、そのね、15%乗ってるやつはないですけど、まあ、単純なディフェッチとかそういう比べで言うと、そんなに大きな差もないと思うし、まあ、仕上がりによっては全然こっちの方がね、強くなったりとかするぐらいのカードなんで、まあ、レギュラーいいですね、今シーズンでまあ、センターバックでもこれぐらい強い選手ね、何人もいれば、正直レギュラーだけでチーム組んでも強いと思うんですね。 うん、それぐらいの質がなんかいいなと。うん、札幌まだ鹿島しか見てないですけど、うん、それぐらいの感じは受けますね。はい。で、あとはそうね、まここはそうですけど、まあ、クラチャン面で言うと、まあ EP つけたら全然そのまま使えるし、まあ、リーグでも、まあ、スキル強化、なりしもなせんディフェ以外のね、まあ、ディフェンス上げたりとか、まあ、なんならスタミナ振ってね、1試合使ったりとか、まあ、そっちに振っても面白いぐらいの、 まあ高水準なんですが、まあ、欲を言うなら、ディフェンチやっぱ振った方がいいんかな、まあ、スキル強化の恩恵もまあまあ受けれるんでね、タックルのね、まあ、ディフェンチ上げたりとか、そういう方向で強化調整していけば、まあ、正直、限定にも負けないと思うんでね。はい。でも、上田選手はね、多分後半に、ね、もっといいの来ると思ってたんですけど、限定、まあ、正直、金旗手前か金旗ぐらい行ってもおかしくないぐらいの選手だと思うんで、まあ、ここはまあ、限定もね、当然注目集まりますが、まあ、このレギュラー、とりあえず確保して、育成しておいても損ない選手かなと思います。まあ、今シーズン見ても結構安定してるイメージもありますし、 まあね、本当に、あの、関川選手もそうですけど、この後出てきますけど、まあ、センターバックしっかりと硬いイメージね、まあ、鹿島あるので、まあ、来シーズン以降もね、期待できるんじゃないかなというところで、まあ、長い目で見てもね、育成してもいいんじゃないかなと、個人的には思いますんで、ぜひね、えー、そっちに、えー、舵を切ってみてはいかがかなと思います。素材にしては十分すぎるカードだと思うんで、ぜひね、狙ってみてください。はい、じゃあ続きまして4選手目見ていきましょう、こちらです。はい、鹿島アントラーズの樋口優太選手ですね。 はい。樋口選手はクラチャンリーグともに、まずはスキルが7という評価ですね。はい。まあ、ここはサイドハーフ、右サイドハーフ一択になると思いますが、フラスル、ハードチーシング、ピンポイントクロス。まあ、特に AB の組み合わせね、ここは非常にいいと思います。やっぱサイドハーフやるってなると守備できた方がいいんでね。ってなってくると、まあ、じゃあフラスルね、主体に、まあ、B でね、ハードチーシング持ってるんで、ここで守備をしつつ、で、このピンポイントクロスはね、まあ、クラチャン的に見たらね、やっぱコーナーキックしかちょっと活かしようがなさそうですね。はい。もしかしたらね、ウィング使わないんだったら、 あの、上がっていってね、打つという可能性もありますが、まあ、ちょっと可能性低いと思うんで、まあまあ、そうですね、コーナーキ械要員が他にいないんだったら、まあ設定するとか、そんな感じでいいと思います。ただまぁ、あ、C スキルなんでそんなに稼げるわけではないので、まあ、フラするとハードチェイジング評価して、まあクラチャンでは7ぐらいかなと思いますね。はい、ここでしっかりと稼げるんじゃないかなと思います。で、リーグも7。うん、まあ、これもそうですね、攻守バランスもある程度取れてますし、 まあそうね、フラスルがやっぱ評価しやすいというところで、まあ、7ぐらいはつけていいんじゃないかなと思います。まあリーグ的にもちょっとピンポイントクロスはあんまり、うん、いい感じではないので、まあ C スキルが強いているんだったら、もうちょっと、まあフェイント系のドリブルとか、まあそういうのだったら、まあ8ぐらいには両方、まあクラチャもリーグもつけれたかなっていう感じの評価にはなるので、完璧ではないですが、まあ悪くはないと思います。まあ AB は主体になるんでね、どうしてもね。はい、ということで、まあ評価、まあいいでしょうね、7評価となります。 で能力値。まあ、ここはちょっとね、まあ、能力値伸びる方ではないので、まあ、あんまり気にしなくてもここもいいと思うんですが、まあ、評価的にはね、ボナセンテクなのもちょっと入れて、まあ、3ぐらいかな。うん、まあ、ここはそんなに気にしなくていいと思います。はい。で、えー、評価がクラチャン6リーグ7という評価です。まあ、クラチャンはね、ボナセン EP 乗れば、ま、あフラスル主体に稼げるところもあると思うんで、まあ、EP 乗れば全然ありだと思います。 でリーグの方は、うん、まあ、ここもね、同じなんですけど、まあ、そんなに能力値云々というわけではないので、まあ、正直このままね、レベルマンにして使っても、まあ、それなりの働きはなんかするんじゃないかなと思うし、で、ハードジェイシング持ってるんで、まあ、ディフェンチちょっとでも補いたいなと思うところでありますが、高くはないんで、もうここはあんまり気にしなくて、とりあえずフラスル主体で、まあ、アシストの方を重き置いて、うん。まあ、例えばパススキル強化つけるとか、まあ、テクオフェア上げるとか、 まあそういったところの手こ入れはまあ,あった方がいいのかもしれませんが、まあ、能力値でそんなに左右されるカードではないと思うので、まあ、そのまま使うのもぜひまあいいんじゃないかなと思います試してみるのもね。はい、ということで、まあ、樋口選手も、ね、今年まあトップアシスト、まあ、おそらくほぼほぼ濃厚だと思うので、まあ、後半減点に、ね、期待できる選手の1人でありますなので、まあ、レギュラーがまあ高グレードになるよりは、まあ、これぐらいのレギュラーで置いといて限定狙うというのが、まあ、後半シーズンの立ち回りとしてはいい選手だと思うので 個人的にはこの、何ていうかな、ま、全体的なスキルもそうですけど、ま、グレード面含めて、ま、いい感じで出たんじゃないかなと思います。比較的狙いやすいところで出てると思うので、はい、ここはある意味、ま、ここでしっかりと餌を貯めて、ま、トップアシストあたりね、狙ってる人はぶち込みたいですね。はい、っていうぐらいで、ま、ぜひね、挑戦してほしいなと。で、あと、樋口選手月間 MVP も出てたんで、ま、復刻するタイミングがね、おそらくラインベとか、ま、ここあると思うんでね、ま、そういう時が来た時にしっかりと狙っていくとか、 まあそういう立場あも考えていいんじゃないかなとは思います、はい。では続きまして5選手目見ていきましょうこちらです、はいえー。鹿島アントラーズの関川育真選手ですね、はい。関川選手のスキル評価はクラチャンリーグともに8となっています、はい。ということでここねついにねあの新スキルの恩恵を受けた選手出てきましたね。はいまあ、これクラチャンリーグともに8という評価なんですが。 ま、ピンタックインターセプトしっかり持ってて、で、C にヘディングね。だから、これが C のヘディングの良さなんだよね。うん。だとすると、ま、しっかりとね、A タックル、B インターセプト、マスティールね。とか持ってこれるっていう環境になったのがすごいいいなと思います。で、これは、ま、個人的にヘディングの C と B というのはすごく大きな差があるとは思わないんで、同等の評価にしたいと思います。8は、はい、付けたいと思います。で、これはクラチャンリーグともに、ま、クラチャンだったらね、 あのしっかりとタックル基礎にして、まあ、EP 稼ぎやすいというところもあるので、あ、でも、あれかなちょっと待ってね。クラチャンは7だな。ごめんごめん。クラチャンは7だわ。<laughs> リーグは8でいいけど、クラチャン7にしましょう。はい。クラチャンはまあそうね。C だからね、ヘディングがね。まあ7かな。うん。その分ちょっと減りますからね、獲得がね。で、リーグに関してはもうさっきの説明通り8でいいと思います。はい。まあ、ヘディングはそうなんですけど、まあ C スキルでもどれぐらい使えるのかっていうのはちょっとあれですけど、まあある程度期待はできるんじゃないかなと個人的には思うので、 まあやっぱり B のね、えー、AB がしっかりしてるんでね、ここだけでも8の評価に値する部分はあるので、うん、まあ十分8つけたらいいかなと思いますね。これからも8つけていこうかなと思います。で、まあスキル、うん。まあさっき言った通りね、クラちゃんだけはちょっとね、ヘディングの C の分だけちょっと落ちましたが、 まあ、そうじていい評価かなと思います。まあ、守備もしっかりしつつ、まあね、EP 作るんだったら EP も稼いで、まあ、EP 稼いでいくみたいな、まあ、そういうね、運用もできるし、まあ、リーグに寄せるんだったらリーグでね、ガチガチというね、話もできるんで、まあ、結構選択肢は広い選手だと思います。で、能力値は、まあ、ここは評価的には、まあ、それぞれそうですね、まあ、評価当てはめると、まあ、ここは両方7かな、うーん。 7がだどうかなと思いましたね。はい。ということで、まあ7ぐらいの評価にしておきたいと思います。でも8に近い7ぐらいかな。うん。7.5ぐらいと思ってください。で、えー、総合的にはクラチャン6、リーグ7で評価したいなと思います。はい。まず、まあ、クラチャンの部分に関してはね、まあいろんな選手の話してますが、まあ EP がつけばね、まあここも十分、まあ、稼ぎとしては可能性ある選手かなと思います。まあ裏こそね、まあスキルには乗ってませんが、まあピンタクとかね、インターセプトある程度計算して、まあ、 展開にもよりますけどね、守備の選手はどうしてもね。まあ、しっかりと守備が絡むんだったら稼ぐ可能性十分にあると思いますし、まあ、EP 乗せて、えー、活躍する未来もあるんじゃないかなと思いますね。はい。で、リーグ面。まあ、ここはね、結構しっかりとしてますよね。で、こういう選手の一番大きな特徴、特徴というか大事なところっていうのは、まあ、当然スキルもそうなんですけど、ボナセン、ディフェついてるかついてないかって相当大きいんですよね。うん。で、これがついてるかついてないかによって、ほんと点ってもう本当に1から2変わってもいいぐらいの評価の変わり方すると思うんで、 まあやっぱりスキル構成もまあ87にしてはもう本当に文句なしで、ボナセもディフェついてる。だということは、ね、もう正直トップクラス、うんまあ、そういう評価になってもおかしくないんで、まあ、関川選手といえば、ね、結構注目度高かったんで、まあ、前半シーズンなりし、まあ、去年のシーズンとかでもね、まあ、結構積極的にキラ狙った人も多いんじゃないかなと思うんで、まあ、なんならキラにする前提とかで言えばグレード92ぐらいと思ったらいいですからね、うん、グレード92でピンタクインターセプト、ヘディングカット、うん、持ってて、ボナセもディフェ持ってます。 うん、もう全然レギュラーですからね <laughs>、うん。それぐらいのカードだと思います。ここもね、うん、どうしたんだ、レギュラーっていうぐらいね、まあ、いいカード出てますよね。うん。まあ、これもすごくいいと思います。まあ、正直、関川選手、一発目の85以上のレギュラーだと思うんですが、うん、この流れはちょっとね、僕も J. クライスで見たことないですけど、大体ね、一発目の選手って悪い評価を受けるんだけどね、まあ、悪い評価っていうか、まあ、例えばなし、 まあ、こういう選手もいると思います。多分今回ね。グレード高いんだけど、スキルがちょっとなーっていう選手が結構多いイメージなんですよ。高くてもね。で、なんなら85初めて取った選手ってあんまりそういう、なんていうかな、これ、こんな恩恵受けるイメージないですけど、今回はね、気入ってるね。うーん。ということで、まあ、J クラね、新ユーザー始め時と言わざるを得ないぐらい、今、レギュラー充実してるのはね、こういったカードの影響もあるのかなと思えるぐらい、まあ、仕上がりいいと思います。正直評価でね、見たらね、リーグね、7、クラちゃん6という評価ですけど、 うん、まあその、例えばグレード88まで界隈とかで言ったら、まあトップクラスですからね。はい。そういうところを考えると、すごく価値のあるカードだと思うんで、まあぜひね、えー、狙ってみてほしいし、まあ関川選手ね、将来性ある選手だと思うんで、まあ結構大型のね、ディフェンダーとして、まあパワータイプね、つ <laughs> いてますけど、まあそれをまさしくそうだと思うんで、うん、まあ結構今後もね、もうちょっとまたグレード伸びていく選手だと思うんでね、まあここを、えー、しっかりと保管して、なんならば保管してというよりはまあワンチャンね、 その重ねていくうちにいいセンスとかね、まあ、キラーとか持っていれば、まあ、スタメン対象にもなると思うんでね、まあ、スターティングメンバー対象でもあると思うんで、はい、ぜひね、えー、そういうところを考えて、まあ、しっかりとここが残しておくべきだし、まあ、戦力としても見ても、まあ、十分な、はい、可能性を感じるカードだと思います。いいカードだと思います。はい、じゃあ続きまして6選手目見ていきましょう。こちらです。はい、えー、鹿島アントラズの佐野海修選手です。 佐野選手はまずスキルが、えー、クラチャンリーグともに7という評価ですね。はい。ここもいいですよね。ピンタクインターセプト。うん、文句ないですね。はい。で、前世のフィード。まあ、ボランチとしてみたら8つけてもいいかなと思ったんですが、一応まあ7なんかな。うーん、まあ8でもいいけどね。<laughs> ちょっと変えますわ。ごめん。ちょっと変えまくってごめんね。ちょっとなんか、その時作ったあれなんですけど。 うーんまあ、リーグは8でいいかな。うん。クラチャンは7でいいかもしれないけどね。まあ、リーグ8にしておきましょう。うん。まあ、C スキルの分がね、ちょっと響くんでね、クラチャンの方はね。まあ、七かな。で、リーグは8でいいと思います。まあ、ピンタクインターセプト評価でしょうね、ここはね。はい。なんで7つけたんだろうね。作った時ね、8でいいと思います。はい。ということで、えー、クラチャン7、リーグ8という評価ですが、まあ、ここはまあね、評価の差としては、まあ、ピンタクインターセプトの評価は変わらないんですけど、 あとは、前線のフィードがね、C なんで、ここはクラチャン的に見ると7ですけど、リーグで見たらさほど影響ないんで、8かなっていうね、単純な評価かなと思います。まあ、<laughs> まあ、スキル構成的にもね、まあ、タックル、まあ主体になるんで、まあ、ここ稼げると思いますし、まあ、リーグ面で見てもピンダックインターセプトしっかり持ってるんで、まあ、ここもある程度信頼はあるんじゃないかなというところで、まあ、スキル面高評価つけたいと思います。 はい。で、佐野選手の次、能力値。ここ1つけちゃったんですけど、まあ、これはちょっと仕方ないかなって感じがしますね。ギリ1かなっていうね。まあ、2でもいいかなっていうラインであります、正直ね。でもちょっと厳しめにつけたのは、なんでかっていうと、これは皆さんに評価として伝わるときに、2って言うと、うーんってなるじゃないですか。まあ、2、2なんだ、みたいな。1って言われると、あ、やっぱ能力ちょっときついんだと思うでしょ。まあ、それをちょっと感じてほしくて、なんでかっていうと、この佐野選手を使うってなったときに、 やっぱりこう、スタミナ値はいいわけですよ、正直ね。スタミナはいいんですけど、ディフェンチェが1215でしょこれね、まあ、やっぱり足りないわけですよ。で、足りないっていうのをまず認識してほしくて、位置つけてるのもあるんですけど、まあ、ここは逆に言えば、このね、スキル評価を見てもらったら分かると思うんですけど、スキル評価高くて能力値低いってことは、能力値さえどうにかできれば評価高くなるわけですよね。まあ、そこをよりね、ちょっと分かりやすくしたのもあるんですが、まあ、でも評価としてはまあ 1, か1か2ぐらいでしょうね。うん。 だディフェッチがそうしてちょっと足りないかなという評価ですね。はい。で、総合的にはクラチャン6、リーグ5でつけてます。で、ここは評価が,が逆転したのは、クラチャンといえばとりあえずね、まあ、ある程度、ね、あの、EP 稼げればなんとかなるんですけど、リーグで言うとやっぱり戦力としてしっかりと、まあ、強度とかを見ないといけないってなると、まあ、この能力値がちょっと響きやすいのはやっぱりリーグの方かなと思います。はい。ということで、6と5になってますが、これさっき言った通りね、ただ、能力値のせいで5になってるだけなんですよ。 うんで、クラちチャンそんな、まあ6だと思うけどね、もともとね、ボナセン EP ないしね。はい。ということで、このリーグ名の評価で言うんだったら、まあ、例えばディフェチが今1215だけれども、まあ、千後半のラインぐらいまで持ち上げれたとか、うん、まあ、そういうところまで持っていくと評価としておのずと7ぐらいまで上がったりとか、まあ、するんでね。はい。まあ、この佐野選手をスタメンで使いたいんだったら、まあ、キラーも結構恩恵でかいと思うし、クラブリンクもでかいと思うんですけど、まあ、あとはボナセンディフェね。うん、あ、ボナセンディフェじゃね、ボナセンじゃない、センスディフェね。 うん、ここにこだわってほしいかなと、もしくは、まあ、タックルのスキル強化に、ちょっとこだわってほしいかなと思いましたね。でそこさえ、しっかりとついてくれば、まあ、中盤の選手としては十分、えー、活躍できると思いますので、まあ、この佐野選手、まあ、素材はいいです。はい。あとは能力値だけがネックなところだけなので、まあ、ここを、えー、おのずと上げてあげれば、評価も上がってくると思うんで、ぜひね、使いたい人、まあ、もしくはそういうカードを作れる人は、まあ、結構評価高めに見ていいんじゃないかなというところで、お伝えできればなと、まあ、伝わればなと思います、そこがね。はい。 ということで、まあちょっとね、新辣な位置つけちゃいましたけど、ポジション的にもちょっとつきやすいとこなんだよね、ここね。まあいた方ないと思います。ただまあ悪い位置ではないと思ってください。まあ、むしろ可能性のある位置だと、うん、思っていただければなと思います。で、リーグ的にはまあ評価ね、そう、まぁ、あ、点5にはしましたけど、ここも、まあ可能性のある5だと、はい、思っていただければなと思います。ということで、まあ、仕上がりが全てをね、左右すると思うんで、まあ、そこをね、えー、しっかりと仕上げた上で、まあ、特にリーグで使う場合は、えー、仕上げた上で使ってほしいなと思います。 まあ悪いカードではないです。むしろ良い,いカードだと僕は思います。はい。ということで、ぜひね、はい、より良い,いカードにできるように、えー、頑張って育成してほしいなと思います。はい。では最後、えー、7選手目見ていきましょう。こちらです。はい。えカシマントラズの早川智樹選手です。早川選手はスキルがまず4と3ね、クラチャンリーグ。ちょっと低いですが、見ていきましょう。 まあ、ここ、キーパーはね、もういた仕方ないと思います。こういう選手多いと思うんですけど、まあ、セービングがまずね、C だということで、ちょっとやっぱ厳しいかなと。だから、クラちゃん的に見るんだったら、まあ、失点はするだろうけど、まあ、一応、稼ぎとして見るんだったら、まあ、まあ、と制空権あるんで、まあ、それなりの評価はつけていいのかなというところで、一応ちょっと難しかったですけど、まあ、4にはしてます。はい。で、リーグ面も、まあ、一応ね、まあ、セービングないしてね、ちょっと厳しいけど、まあ、でもこれ2かな 3はつけすぎから2だな。うん、これ2にしときます。すいません。開幕って。2ですね。今見るとね。いい、3はつけすぎだな。うん。やっぱセービングかな。やっぱセービングがね、ないと話にならないからね、リーグはね。まあ、むしろ1でもおかしくないぐらいですけど、まあでも組み合わせはいいんでね。まあ、制空権とか、まあ、間合いとかで防げるのもあると思えば、1はちょっとやりすぎかなと思うんで、2ですね。はい。これ2だと思います。で、能力値はボナセンリフェ含めて、これは7ありますね。はい。両方クラチャンリーグ共に7です。 で総合的にはクラチャンだと2リーグだったらまあ1かな。まあこれはもう仕方ないね。うん。っていう評価です。はい。まあゴールキーパーといえばもシュートセーバー持ってるかどうかで、こと今回はも特に目は分かれると思うし、なんなら、まあやっぱり今の環境じゃやっぱシュートセーバー持ってないと評価伸びないんでね。まあ餌という価値の方がやっぱり高いかなと思います。 まあただ、早川選手が85乗った価値というのは結構高いと個人的には思ってて、まあ、チャレンマー周回当然できなくなったのはあれですけど、中途半端な80とかになるぐらいだったら、分かり切った方がいい選手かなと思いました。うん。まあ、当然ね、まあ、その引きやすいとまでは言わないですけどね、レギュラーが多いのはちょっとあれですけど、まあ、絞りやすいとは言わないけど、まあ、一応ね、育成環境としてやっぱ85乗った方が、まあ、いい面はやっぱあるんでね、そのセンス抽選受けるときに C ランク以上確定とかね。 まあやっぱりね、経験値の分とかでうまさがあるし、まあこれから将来性ある選手だと思えば、結構今回のこのレギュラーで餌をしっかり溜め込むっていうのも、まあ一つ大事なことだと思うし、で、今年すでにね、フォーカスでね、一発出てますけど、まあそれだけとは限らないんでね、もしかしたら後半シーズン全然今のね、出場機会とかがあれば、もう1限定、もう2、まあもしかしたらね、多ければ2個ぐらいとか、まあそれこそエクスペ対象とかワンチャンあるかもしれないしね、まあそういうところを考えると、 うんまあ、可能性はやっぱ可能性ね、まあ、今年結構感じるようになった選手だと思うんで、まあそういう来シーズン以降とかに向けての運用とか考えるんであれば、まあここはなかなかね、あのーまあ、餌としての価値としか見れないけれども、まあ、その価値としては十分高いのかなと、うん、思いますね。まあ、特にね、鹿島のね、お気に入りクラブ、まあね、クラブリンクとか使ってる人からすると、やっぱりクラブリンクセンスをね、厳選するためにも、まあ、結構有利な85五十になってくると思うんで、 まあ、ぜひね、うん、ここはまあ正直ね、ちょっとそのままゴールキーパーで使うのは厳しいけども、まあ、ぜひ餌の価値としてね、えー、見てあげてほしいなと思います。の、まあ人によってはね、まあフォーカス、ね、さっき言いましたけど、89のやつ持ってる人とかからすると、まあ、むしろねあの、それでしかもキラーとか持ってたらね、もうキラ減衰しなくていい人からすると、ありがたい85だったりとか、うん、すると思うんでね、まあ今後そういった、なんていうかな、まあ別に今ね、持ってなくても今後そういったね、強、えー、限定カードが手に入る可能性もある選手だと思うんで、 ま、ぜひそういうところを考えて残すか残さないかとかをね、しっかり考えてみてはいかがかなと思います。はい。ということで、えー、今回ね、鹿島アントラーズの7人の選手の評価をやっていきました。まあ、早川選手はちょっとあれでしたけどね、他の選手たちは結構スキル面から強力だし、でしたね。うん。まあ、特にね、新登場だったまあ関川選手、まあ、佐野選手あたりかな。まあ、佐野選手は一応ね、85超えた経験ありますけど、町田で確かね。うん。まあ、ただね、 うん、いいですね。<laughs> いいですね樋、まあ、口選手とかね、まあ、限定狙える選手とかね、レギュラーはそんなにっていうところもあるんですが、樋、まあ、口選手とかね、限定狙いとかになる選手だと思うんで、まあ、比較的レギュラーはね、グレードの方がちょっと気になるところであったという人もいるんじゃないかなと思うんで、まあ、88悪くないんじゃないかなと思います。で結構ね、あのーまあ、上田選手もね、結構しっかりと強いし、まあ、ピトカ選手、鈴木優馬選手あたりもね、まあ、グレード高い。 ね、そのアドバンテージといいますか、そういうのを生かしたいいスキル構成、能力値してるんでね、まあ、鹿島も結構熱いのかなと思いましたね。まあ、札幌もねいい評価出しましたけど、まあ、鹿島の特徴として、やっぱり上田選手と関川選手のこの2枚看板があるので、まずセンターバックの補強が結構可能性あるというところね。であとはまあ佐野選手、ピツカ選手でボランチ2人いるので、まあ、ここもまあスキル、ね、しっかり整ってる2人なんで、まあ、ここもボランチの、ねまあ、補強としてもちょっと向いてるところだと。 で、まあ、そうですね。先のこと見るんだったら、まあ、樋口選手とか、まあ、早川選手あたり貯めておくと、餌としての価値もまあまあ大きそうだというところと、まあ、やっぱり鈴木優馬選手かな。うん。で、ここはもう、正直、まあ、グレードぶれないと思うんでね。で、ある程度も鹿島にいる限りは、ずっとある程度の限定は出るし、まあ、ある程度のね、強いカード、まあ、クラチャン部分でもね、パフェトポスト、まあ、ポストプレートが結構持ってきやすい選手でもあるんで、まあ、EP ついてもいいし、まあ、リーグ向きでもいいし、それぞれの強いカード出る選手なんで、まあ、J クラ内でも結構やっぱ価値高い選手の一人なんでね。 まあそういう洗車場を掃除でゲットできると思えば、まあ、鹿島もね、結構来週、えー、今シーズン後半ね、暑いのかなと思います。まあ、限定の出方によってより、ね、暑くなると思うんで、まあ、ここはね、引くべきタイミング結構あるんじゃないかなと思います。ぜひね、そういったところに、えー、価値を見出して、ぜひ行いてみてください。では、今回の、えー、動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまで失礼します。バイバイ。